令和2年1月23日、阿蘇市大里の阿蘇草原保全活動センター学習館で、子どもたちの地域学習発表会がありました。これは、阿蘇地域の子どもたちに、これまでの草原やジオパークについて学んだ成果を発表する機会を与えようと、阿蘇草原再生協議会が主催したもので、今年で2回目となる発表会には、行政関係や、 地元の僕や関係者、公民館の人など100名以上が集まりました。まず、阿蘇草原再生協議会の高橋義孝会長から、阿蘇の宝である草原で子供たちが学んだことを発表する場です。どうぞ五感を持って楽しんでくださいと挨拶し、発表会が始まりました。この日発表したのは、 南小国町立林道が丘小学校3、4年生13名と、阿蘇市立内牧小学校4年生の59名、熊本県立阿蘇中央高等学校の生徒3名です。林道が丘小学校は、地域の動植物の紹介や水源について、そして地形や自然の恵みについて発表しました。次に内牧小学校は、 草原がどのようにしてでき、守られてきたのか、地域の方に教わったことや、草止まり体験などを題材にした劇の発表がありました。最後に、阿蘇中央高校の生徒からは、草原の現状や未来について、体験型の草原利用や SNS などを利用した啓発活動など、若者らしい発表がありました。最後に、 草原環境学習小委員会の池部慎一郎委員長から、楽しく拝見しました。大人になったら素晴らしい麻生の草,の草原のことを次の世代に伝えていただきたいと挨拶があり、閉会しました。